愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。いや落ち着かない今東京のホテルでね喋ってるんです。朝のね9時29分。というのも昨日ねサタデーステーションご覧いただいた方ありがとうございました。そちらにね生放送に出させてもらったので、今東京のホテルに泊まって、で実は今日もですね他のちょっとテレビの収録に参加するので、それ参加した後にまたホテルに泊まるんですけど、落ち着かないんですよね。なんかいつも喋ってる場所違うから、なんかちょっとわたわたしてるかもしれないんですけど、よかったらね最後までお付き合いください。で今週はちょっといつものダラダラジオと違う感じになります。というのもまずテーマがなんでそんなにテレビ出てるのっていうところ、それはまあ俺から伝えたいことだし、結構ね今言われてるので、どうしたのどうしたのみたいな、そっちに行くのみたいな、そっち行かないんだけど、そう、でそこを言いたいんですけど、結構短く済むと思うんです。だからいつもGoogle フォームの方に質問とか相談いただいててね、最初1個答えさせてもらってるんですが、今週2つ答えます。だからそっちがちょっと長くなる、2つ答えて、で最後に今回のメインテーマのなんでそんなテレビ出てるのみたいな、まあ昨日のサタデーステーションの感想とかも言えたらなと思うんですけど、まあその辺喋っていきますので、ね、よかったら最後までまったりとお付き合いください。では早速ね、まず相談答えていきましょう。まず一つ目です。茨城県にお住まいのラジオネームひっかさんからいただきました。ありがとうございます。で少し長いんですが質問お付き合いください。今高校1年生の方だと思う。受験ちょっと失敗してしまった、結構ねすごいハイレベルな高校目指したんだけど失敗してしまって、あそうだね、で悔しくて悔しくて大学受験では絶対に負けないぞという意気込みで、私立の中高一貫校に入学したものの、で成績伸びなくて、でなんかうまくいかないと。でそんな中ですね、ちょっと親御さんの影響がでかいんですけど、そんな私に、大学とか調べて相談するじゃん親御さんにね。そしたらお前になんかそんな大学無理だよ、何のために行くの、女なんだしお前に大学行く必要ないでしょうと毎日のように言われてきついですと。私にはっきりとした夢ややりたいことがあればいいのですが、今まで周りに認められた一心でやってきたため、もうどうすればいいのか分からず途方に暮れてしまい相談させていただきましたと。なるほど、まあこれで意見を聞かせてくださいっていう感じですかね。まあここに関してはですね、実は今回もう一つの質問もちょっとニュアンスが似てるっちゃ似てるんですけど、まず本当はね、できれば自分の目標っていうか、こう頑張ってることを多くの方に応援していただけたらすごい幸せだと思うんです。だけど、まあ、こうやってこの活動やってるとさ、いろんなこの話を聞くことがあるんだけど、まあ、やっぱりみんながみんなそうではない。今回のひっかさんみたいに一番応援してほしいと思うんだよね、できればやっぱり家族って。からそういうふうに言われるのってものすごいきつい。で実際塾講師やってる時も、まあ、親御さんと二者面談するじゃんか。でも二者面談とか三者面談すると割と出てくるんだよね、子供の前になると。結構子供をこうバカにしてしまうというか、で二者面談になるとまだね、そんなことも結構なくなったりする親御さんもいるんだけども、でもまあいるな、いるなんかもううちの子に期待してないんでとか普通に言っちゃう。もうね、もうあれよ、机の下で握り拳を私はイラッとするからいやお客さんなんでね、ダメなんで、表情出しちゃダメなんだけど、人としてどうなんって思ってるそれに関しては。いやこれ多分家族だけじゃなくて、別にその友達とかまたの知り合いでもいいんだけど、人の努力をバカにする権利って誰も持ってないと思うんだよね。で自分はさ、この活動をやってるとやっぱちょっと特殊な仕事だから、ありがたいことにいろんな業種の方、いろんなお仕事をされてる方とか、あとやっぱりこう起業してる方とかね、独立してる方とお話聞くことが結構多いんですよ。でその中で思ったことよ、これは俺がこう会ってきた人の中で思ったことだけど、やっぱりね、努力してる人とか、そのある程度自分の道を切り開いて結果を残してる人、だから多分まあみんな努力してると思うけど、でもやっぱりさ、やっぱり一般的な方よりも努力量が半端じゃない。そう、努力量をしてきた人ほど他人をバカにしないと思ってる俺は。でっていう傾向はね、間違いないと思うんだよね。そうで、自分もこの活動をやっててさ、今でこそ応援してくれる人がね多くなってきた。でもそれでも言われるからね、今でもね、お前なんお前の活動はって、お前の動画意味ねえよみたいな、教科書のなんかなぞってるだけじゃねえかみたいなね、いっぱい言われるんだけど、でもさ、やっぱり100人いて100人に応援してもらえることって俺は無理だと思っていて、じゃあね、じゃあ自分
他人からさ、こう言葉を投げつけられるのって自分ではどうすることもできないじゃん。投げないで投げないでって言っても投げてくるから、そいつらは。だけどじゃあ投げてくることを止めはできないけど、その飛んできたものをキャッチするのか、スッて避けてかわすのかは自分で選べるじゃん。だから、まあ、本当はねご家族だからさ、聞き流したくはないし、ね、受け止めてキャッチ、このコミュニケーション取りたいとこではあるんだけれど、もう受け取らなくていいと思うんだよ、家族であっても。別に親が絶対的に偉いわけではないしと思ってしまう。だから今回このひっかさんの相談をもらった時にまず思ったのは、もう無視しなって。無視っていうのは、目の前でもう言われてもふんってなると角が立つから、まあ、そこははいはいって思ってていい、まあ、口に出してもいいんだけど、心の方、発言の方では、例えば態度の方では受け取ったとしても、心で受け取らないんだよって、もうスルーしてしまいなって思った。でただね、一個もし、まあ、ちょっとひっかさんにプレッシャーをかけることになってしまうんだけど、こういうふうに言われるんだったらもう結果で見せてやんな。今努力してうまくいかないって言ってるけども、別にここ1年生でしょ。あと勉強の仕方なんてこれからよ。そう、やっぱり中学と高校は違うから、同じ勉強って言っても科目も変わるし、進度も変わるし、スピードも変わるから、やっぱり同じようにはいかない。だからその中で創意工夫をして、これから結果を出していく。今さ、うまく、まあ、半年ぐらいか、入学して、経ってないな、3、4ヶ月かやってきて、3、4ヶ月で成果が出ないとさ、やっぱり人って諦めるんよね。私なんてどうせ無理だって、この高校でもやっぱりみんな頭いいから無理なんだなって思うんだけど、違うんだって、成果が出るまで努力をすればいいんだよ。そうだから、まあね、ちょっとね、こう夏で自分にとってもやったなって、やれたなって、まあ勉強のやり方とかもう一回見直しながらね、ぜひぜひ親御さんに、ね、それでさ結果を出しても褒めてくれないことってあるのよ。俺すごい思うことがあって、ごめんちょっと話それちゃうんだけど、ごめん、もうひっかさんがさ、ひっかさんとか聞いてくださってる皆さんが鬼滅の刃知らなかったらごめんなさい。ちょっとじゃあ鬼滅が好きなんですね。で今無限列車編っていうその映画がさ、あのこの前 DVD ブルーレイが発売したんで、まあ、もちろん買ってみたんですよ。映画館でも見ましたけど、で自分やっぱりその煉獄さんっていうキャラがいて、そのすごい強い方なのね、強い方がいるんですけど、もう柱っていうその鬼殺隊っていう隊の中でもそのトップクラスに強い方なんですよ。でもその自分が頑張ってきたことをお父さんに認めて、お母さん亡くなってしまってるので、お父さんに認めてほしいって言って話していっても、もう全部すごいことなんだよ。すごい成果を残してるのに全部ふんってあしらわれるんですよ。でそれってすごい切ないことですけど、でもリアルでもある。そうあるからさ、自分が本当に認めてほしい人こそ認めてもらえないことってある。でもやっぱそこを受け入れて前向きにいけるかどうかってやっぱ自分次第だと思うんだよね。そう、なんか生きていく環境ってさ、みんながみんな自分に優しいわけではないので、そうだからひとまずは、まずは諦めない。ちょっと、ね、多分文面見てるとね、少し心が折れかけてると思ってる。俺の中では自分なんて無理なんじゃねえかなって思ってる自分がいると思うから、まずそこを、自分の可能性を信じることで誰にも負けないっていうところ。あとは親御さんから言われた言葉も心ではキャッチしない、もう流す。そして言い方が悪いかもしれないけど、いい意味で、ポジティブな意味で見返してやりな、親を、っていうふうに思いました。心から応援することしかできないからね、どこまで伝わったかわからないんですけど、ぜひこう本当に応援させてもらうので頑張ってください。そしてもう一件ですね、兵庫県にお住まいの、リンゴコリンゴさんからいただきました。ありがとうございます。こちらはですね、将来先生を目指している方です。ちょっと学年は書いてないのでわからないんですが、なんとですね、これもこれでなかなかすごくて、三者面談があったんだね。これ先生からかな、向いてない、先生にね、先生目指してると、お前は先生に向いてねえぞっていうことをとことん指摘されてしまいましたと。具体的には、クラスで作業するときに周りを見てリーダーシップを取るなどができてないなど正直、笑っちゃった、ごめんね。正直結構精神的にきつかったです。なんで笑ったかっていうと、別にリーダーシップ必須じゃねえよと思って、先生が、はい、でも大好きな先生なので、むやみに母に言って悪く言われるのも嫌で一人で悩んでいます。あー、そういうことか。私はこのまま教師になってもいいのでしょうか。教師になってもいいかどうか分かんないけど、目指してください。自分がなりたいと思った気持ち、目標、夢っていうのは他人にどうこう言われても、目指す、はい、っていうのは思っていることです。で、これを読んだ時に思ったことは、まず学校の先生ですね、わかんない、言い方はもっとね、
オブラートに包んでたかわからないし、言い方はもっとね優しかったというか、その先生なりの配慮があったかもしれないけど、言葉っていうのは受け取り手の方に大きくね、まあ自由度というかがありますので、リンゴコリンゴさんがこう思った時点で先生やっちまってんな本当にって思いました。あのね、マジしっかりせえ先生本当に。あのごめんなさい、ちょっとブラックなこと言いますよ。あの低評価は増えるかもしれないけど言いますよ。はい、正直思ったことは、その三者面談やったその、まあ、大好きな先生って書いてるからごめんなさい言っちゃいけなかったかもしれないけど、あの先生の方がもうちょっと自分のこと考えた方がいいですね。先生としてのはい、向いてないと思いました。失礼しました。あのまずですね、学校の先生に、リーダーシップっていうのは、あの先生ちょっとあのなんだ、リンゴコリンゴさん みんな見て、みんなリンゴコリンゴさんが出会ってきた先生みんな見てください。みんなリーダーシップありました。そんなことないでしょ。はい、もちろんリーダーシップをねある方がいますけど、自分がよく思っているのは、先生の適性っていろいろありますよ、ありますけど、まず1個ね、俺が必須だと思っているのは、演じることができるかどうかっていう。俺、学校の先生って演じるのが仕事だと思ってるんですよ。演じるっていうのはどういうことかっていうと、例えばリンゴコリンゴさんの素のリンゴコリンゴさんがいますよね。俺だったら配置、素の配置がいるじゃないですか。で、例えば俺、あのみんなにも言われますけど、ネクラなんですよ。めちゃめちゃシャイというか、あの陰キャなんですね、一般的に言われる。ですけど、多分動画見てる限りそうあんま感じないでしょ。だって俺陰キャなんで、陰キャキャラでずっと自分らしく先生やるん でそれも素晴らしいかもしれん、それが魅力になることもあるかもしれないけど、やっぱりあの教育の場っていうのは学生というか子どもたちが主役なので、子どもたちにとって、プラスの先生でいられるかどうか、そういった意味では動画で俺がなんかジメジメしてる感じで喋ってもみんなついてこないでしょきっと、だから動画見てさ、自分がねよくコメント欄にあって嬉しいのって、この動画見てもうちょっと頑張ろうって思いましたっていう風に言ってもらえること、俺それをあの10分とかっていう動画にギュッて詰め込んで喋ってるつもりなのね。そうだからそこは演じてるもん、演じてるっていうのはもしかしたら嫌な風に聞こえるかもしれないけど、それはプロとして、はい、絶対必要だと思ってるからね。塾講師の時もそうやって思ってた。そう、素の自分がどうでもいい、ただが生徒の前に自分だけは自分が理想だと思う先生の姿をちゃんと演じてくれって、それができないのでやめろって言った。言い方悪いかもしれんけど、だからリンゴコリンゴさんが素のリンゴコリンゴさんはそうだとしても、それを自分が思い描く理想の先生をちゃんとこう演じるというか、そっちに向くことができるんであれば全然大丈夫です。だから今自分が、リンゴコリンゴさんに考えてほしいのは、どういう先生になりたいのかっていうのをより具体的に詰めた方がいい。でそこに近寄っていく、目標とか理想があればそこにあと歩み寄るだけだから、目標とか理想が分かってるから、自分に足りないものをそうやってこれからね、まだ長い人生だから、先生になって現場に立つまでね、教員採用試験受けて受かって現場つくまでまだ何年もあるんだから、徐々に徐々にスキルアップしていけばいいじゃん。今現時点のリンゴコリンゴさんの現状だけで向いてねえよ、なんでバッサリ切る、そんな必要ないからね。そうだからぜひ今自分の思いっていうのを大事にしてください。はい、これは他の方もそうだよ。一人目のね、ごめんなさい、名前ニッカさんじゃねえや、なんだっけ、何かさんだっけな。あとヒッカさんだ、ごめんなさい、ヒッカさんのね時もそうでしたけど、全員が全員応援してくれるわけじゃないんですよ。そうだからこれから先にもしかしたらね、すごく大事な人とか、すごく自分が信頼している大好きな人にそうやってスパッて切られることもあるからね、でもやっぱりそこを踏ん張れるかどうかは、自分がやっぱり自信があるかとか努力してるかっていうところだと思うので、ぜひぜひ自分の思いを大事に突き進んでいってください。ということで、いっぱい話しちゃった。本題最後話します。ということでね、自分が今テレビにたくさん出てる理由を最後話して終わろうと思うんですが、あ、そうそう、まずサタデーステーションの感想言っていい？あのサタデーステーションさ、あ、感想というか、今テレビの仕事をね、この4月ぐらいから結構いただいてて、でも実はお受けしてるのは半分ぐらいかな、もうちょっとか、6割7割かな、でも結構お断りしてるんですよ実は。で今回このサタデーステーションに関しても、受けたよ、仕事したらお受けしたんだけども、実は一番最初お話しいただいた時には 95% 断るつもりでした。そうで、マネージャーと相談してる中で受けることにしたんだけど、でなんで受けたかっていうと、自分はよくね、自分の人生生きてきたこの道筋というかさ、足跡というか、その自分の人生自体を教材にしたいって思ってるの。だからさ、テレビ出るなんて普通に生きたらなかなかできないじゃん。俺塾講師したまま続けてたら多分出ることないし、
でしかも今回コメンテーターだったのよ。でコメンテーターのポジションって特に YouTuber の人がやるとへってしらけると思ってるのね。 YouTuber ってそもそも世間であまり良くないじゃん、イメージが。よくないポジションでコメンテーターってお前何様だよって思われるのはまあ明確に分かるし、そう思う人が多いだろうし、だからで特に教育 YouTuber っていう肩書きじゃん、はって教育お前誰だよみたいなってなるかなと思って、だから自分のこのなんていうのかな、ブランディングを考えた時にはさ、ね、マイナスに走るだろうなとは思ったの。でもそのコメンテーターっていうこと自体の経験はしたことなかったから、一回経験しようと思って、そう自分があの場所で行ってどういうパフォーマンスができるのかって自分の可能性も知りたかったし、あとはあそこねテレビって本当にたくさんの方が関わって出来上がってるので、そういったプロのお仕事を見れるのもやっぱり刺激的だしすごい好きだから、であとはそれを実際じゃ喋って視聴者の方がどう受け取っていただくのかっていうのもやったことないのにさ、机上の空論だけでやっちゃダメじゃん。だから経験だって、経験値だって、でその今回これで失敗してネガティブに走ったとしても、それを、こういう経験があったんだよってみんなの前では喋ることができるから、じゃあ受けようってことで受けたのね。で自分は今後悔してないし、あその今日の放送がどう受け取られたかわからないけど、俺はエゴサしないからあんまり、もしかしたらね悪くあとマイナスで言われることも絶対あるだろうけどさ、とでもまあいいなと思った。であとはあの司会の高島彩さんに会いたかったっていうもう多分俺ら世代同世代の方はあやパンって伝わると思うんですけど、もう目覚ましテレビのアイドルだったわけですよ。もう自分が学生時代にもう朝を支えてもらったもうお姉さんだから、で実際お会いしたらね、もう高島さんもそうだし、その多分今まで出たテレビの中で一番スタッフの方がこうね現場があったかい、全体でそうあったかい人がいるじゃなくて全体があったかいっていう、いやすごい素敵な現場だった。そして高島さんがね素晴らしい、もうなんかもう人として好きって思った俺多分ね、あの高島さん見た目見えないと思うんですけど年上なんですよ、40超えてらっしゃいますからね、めちゃめちゃお綺麗でしょ、でクラスに行ったら絶対好きになるパターン誰だっていうね。で実際ねあのお子さんがお二人いらっしゃるんですけど、うちと子とね全く同じなんですよ、あの小学校2年生と年中さんっていう、それでも盛り上がったり、あと気さくにねお話しいただいてすごい楽しかったです。本当にねこれエゴさせたらいろいろ見ちゃうかもしれないんだけれども、まあそういった思いがあってあれは受けました。で、他のテレビを受けてるのもそこです。2つあってメインが1個そこ、もう経験値を重ねたいっていう、そうであともう1個はやっぱりこの教育 YouTuber、 YouTube に教育があるんだっていうことをとにかく広めたい、今がチャンスだと思ってる。こうやってねもうさっさとコロナはさ収束してほしいんだけれども長引いちゃったでしょ、で学校もさバタバタしてるし、で親御さんも、まあ、学生のみんな自身も辛い地域が続いてるじゃんか。でやっぱりこう自宅学習とかインターネットを使った勉強っていうのが選択肢に入っていって、その中にやっぱり教育だけど、いや YouTube で教育を受けるっていうのが知ってほしいのね、選んでほしいんじゃねえんだわ、知ってほしい、とにかく選択肢に入れたいっていう。で何度も何度も言うけど、あの一人がどんだけ頑張っても分野って盛り上がらないのね。いつも言うけどさ、ヒカキンさん一人があんだけこう目も神がかり的なポジションにいるけど、ヒカキンさん一人がすごい有名になっても YouTube ってこんなに盛り上がってなかったから、そこにはじめ社長が出て、例えばヒカルさんが出てきてって、いろんな方が出てきてるから盛り上がってんのね。そうで今は教育っていうと多分自分がいて、あと匠がいて、ってバスラバがいて、他の方もいらっしゃるけどさ、出てきてるけど少ないじゃん、みんな数えられるでしょきっと、多分両手ぐらいで。そう若手 TV がいてとか分からないけどね。そうだからもっともっと出なきゃいけない。で教育特に授業の人って本当にお金にならないから、再生されないからさ。でも分野が盛り上がってきて、その入ってくる使ってくれる人の母数が増えたら、継続できるお金になりマネタイズしやすい人が出てくる。そうだって勉強なんだの仕方喋ったりする方が絶対お金になるんだよ、いっぱい見てもらえるし、継続視聴の継続時間も長いからね。そうでもそこだけが増えてもダメなんだって、この分野絶対に授業が増えねえと。そのためには今は自分が俺だってテレビ出るの苦手だもん、やっぱり緊張するし、あの体調崩すし、そう胃が弱いんでね、胃が痛くなるから。そうそうそう、だって食べても食べてもなんかこうなんつうのかな、こうなんか変あのお腹なんか痛くなるみたいなになっちゃうからさ、だけどやっぱり今はね、なんか自分がやっぱ長く早く始めたし、
そう、今はまず自分が出ていくところで、これからきっと匠とか、まあ、パソラムのみんな、特に匠かなは絶対テレビに需要があるから、そう、まあ、匠が興味あるかは分からないけど、であいつが出てって、もうあいつのがね多彩だし才能もたくさんあるからさ、多分もうテレビでどんどん活躍できる人材だから、その前にまず自分が出てって、なんかいろんな人に知ってもらいたいなって、それでいろんな人がね、視聴回数が増えたらいいなっていう思いがあって出てる。そう、だから別にテレビの人になろうなんてみじも思ってないし、俺は YouTube の人だから、そうと思ってるっていうところが伝えたくてね、まあ、そんなこんなで喋らせてもらいました。長くなっちゃった。最後まで聞いてくれた人みんなありがとう、神です、ありがとうございます。本当はね、生放送でダラダラジオの専用フォームにもらったね、質問相談にこう一件一件本当ラジオっぽく答えていくってやりたいんですけど、なかなか環境設定がなんかうまくいかないのよ、私下手くそで。そう、まあ、それが整ったらね、いつか本当やりたいんでね、まあ、その辺もいつかやると思っておいてください。はい、ということで今週もありがとうございました。じゃあこれから現場の方にちょっと移動して撮影頑張ってきます。まあ、それちょっとね、情報オープンまだ先なので言えないんですけど、またね、あ、これのことだったんだって 2,3 週間後に分かると思いますので、そちらも楽しみにしておいてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。またね、明日から梅雨明けてね、だいぶ暑くなりますから、体調管理気をつけつつ1週間いいね、いい1週間にしていきましょう。それじゃあまた来週の動画でダラダラジオでお会いできたらと思います。今週は以上でございます。また来週、ありがとうございました。